私たちは日の丸君が代の強制に反対している市民の集まりです。教育の憲法と言われた教育基本法が変えられ、国を愛することが求められるようになって以降、卒業式や入学式で日の丸を掲揚し、君が代戦場では自立して歌うことが愛国心であるかのように、私たちに押し付けられるようになってきました。1999年国旗国歌法は制定されましたが、強制するものではないとの政府答弁があります。日の丸君が代にどう向き合うかは、一人一人歴史観に基づく考えや思いがあり、決して強制されるものではありません。憲法でも思想、良心、信条、表現の自由が保障されています。私たちは太平洋戦争で日の丸や君が代のもとに戦争に駆り出され、アジアの人たちを殺していった歴史を64年経った今も忘れることはできないし、忘れてはいけないのだと思います。政治の模索で格差が広がり、貧しい人、弱い人たちがとても生きにくい社会になっています。今国が行おうとしていることは、再び国家に忠誠を尽くす国民づくりです。何も物が言えなかった時代にしてはいけないと思います。一人一人が声を上げていきましょう。スプレイコー